頑張るな。どうするんだ。むずいな。あ、ああ、そういうことか。これを、交換にしちゃえばいい。これ交換にすれば、で、保存。これ、まだ配信してることになってるの？これもう配信してないんだ。これでいいのかしら？できてんのかな、これ。
と？どこで生きてんのかな？いや、これはうるさいな。反響してんのかな。行きましょう。気楽にやっていこう。何やろっかな。まあ、ちゃんと配信できてんのかな。わかんないな。よし、スマブラやろ。はい、どうも皆さん、こんにちは。レッドカーワインです。はい、今日はスマブラをやっていこうと思いますので、お付き合いください。コンピューターとまず戦うか。久しぶりだからちょっと腕が黙ってるかもしれん。軽くやっていきます。仲間からの情報によると音は出てるそうなんで、まあ、テスト配信としてのあれは達成できました。いやー、これからはね、ちょくちょくなんか行こうかな気持ちはあるんですけど、急に臭くなったら多分やらないんで、これっきりになると思います。いや、話すことないよ。
まあコンピューターには勝てるんでオンラインじゃあ次は戻ろうかな。よし、それじゃあオンラインやっていきます。はい、私が配信した目的は全部のキャラを VIP にするためですね。それのモチベーションを上げるために配信をしているので、もうなりふり構わず戦闘力を上げていくことだけを目標にしてますんで、害悪とか汚いとか言われる戦い方をしていくだろうし、クソみたいなルールを押し付けていくこともありますが、よろしくお願いします。今のところ VIP キャラが一体もいないんで、とりあえず一番戦闘力の高いリンクからやっていこうと思います。負けたら終わろうかな。やだな、配信って書いてあるから見に来られちゃうかもしれないな。まだカマチョ出てこない、大丈夫。やだ、ふぅ。よし、あ、乱闘か。チーム戦を希望したんだけど。頑張ります。うん、まあ、やだ、配信って書いてあると嫌ですね。自分も配信者だったから嫌ですね。ああ、やだ、死にそうだよ。気まずい、気まずいな。あ、死んだ。やだー、やだよー。やだ、こんな必死なやり方してたら取られちゃう。ひどいな、切り札以外何も当たらない。あー、やばいって、これは死んだ。はあ、
ばい、やだやだ、やばい、やだ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 、ああ、こんな無情な、いやまあプロコン使ってやるの初めてだからな、しょうがないね、この敗北は。仕方ない、うまいし、いやーやられたな。頑張るね、うまい、え、あー、え、チャージしようとしたら切り札が溜まった、ありがとうございましたって送っとこう。まあね、ちゃんと礼儀よくやんないとさらされちゃう。うまかったな。リンクやめよう。今日勝てる気がしない。そうだな。よいしょ。よいしょ。これ負けたらもうヴァンガードやります。ダックハント使ってきてた。ダックハントやだよ。おお、来た来た。これがやりたかったんだよ。よろしくお願いしますって送っとこう。あ、間違えた。あれ？ああ、わかんない。初めて使うからわかんない。やだ。おお、うまい。やだ。なんでみんなうまいの？こんな。このゲームやってる人。死んだべ。はい、来てみ。死にます。俺に何ができるかな。やばいよ。やばい。わかんない。全然わかんない。やるじゃん。相棒強いよ。俺弱いよ。申し訳ねえ、これは。なんかしら、できんか。あ。これダメだな。横スマに引っかかった。うわ、今撃てた。これ負けたら俺のせいだわ。ああ、ごめん。
これ復活していいのかな。俺いない方がいいんじゃないかな。頑張れ。申し訳ないわ。コンピューターで練習してから来るべきだった。すまん、謝罪動画になってるけど、すまん本当に。申し訳ねえな。いや、うまいな。普通にやってたら負けないじゃん。分かんない、相手もうまい。少なくとも俺がいていい場所ではなかった、ここには。ああ、うまい、これはうまいわ。よしよし、すいません。ここは退散します。もう、答えたじゃん。ただ、ハントでも使ってみるか。くそ、ああ。ここまでやられてるが。わかんねえ。お、よかった、担当で。あ、やばい。やばい、やばい、やばい。なんなの、おかん。3人。3人、逆にいけ。何この3人。おお、3がな、振られた。やばい。やばい。低音パンチもするやつも近くに。やだ、やれ。あ、うっ、ああ、なんだ。あ、そっか、これポイント制なんだ。逃げ回ってても勝てんのか。切り札かも。出る。よし。ああ、強い。やばい。
まいんじゃないの、ね、うまいでしょ今わかんないけど、俺 B じゃん下手する。今日はこんぐらいにしといてやるか。オンラインスマッシュ。負けただけやんけ。もうバンガードします。でつてつて。すごいよね、でもみんなうまいし、はあ、よいしょ、適当にやろう。どのモードで遊ぶんだ？正々堂々ファイトしよう。どのデッキを使うんだ？ジェネシス。いや、全然敵作り込んでないからさ、コンピューターにも勝てない。すごいな。いや、まあ、いらねえ。スタンドアップ、バンガード。なんでドロー、ライド、スキル発動。どうなってんだよ。ターンエンド、スタンドアンド、ロー。おぉ、やるじゃん。ライド、スキル発動。いいね。バンガードにアタック、強化ドライブチェック。はっ、まあいいよ。ターンエンドだ。ご覧なかっただけよし。ドローライド、ゴール。バンガードにアタック。これだってコンピューターだからね、別にこれノーガード、ドライブチェック。負ける、負けてやる道理もないし。ダメージチェック、クリティカルトリガー。ターンエンド、スタンドアンドドロー。ライド、コール。なんだっけ。バンガードにアタック、ノーガード、ドライブチェック、ダメージチェック。ああバンガードにアタック、ノーガード、ダメージチェック、ドロートリガー。うわ、出たよ、ドロートリガー。スキル発動、ターンエンドだ。僕のターンだ、ドロー。いいね、だな。ライド、イマジナリーギフト、ホース、スキル発動。コール、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 スキル発動。待ってよ、バンガードにアタック。これは受けれないから、あ、違う、もう、そっか、1万5000になっちゃうのか。ガード、バンガードにアタック。
俺も受けたくないな。しょうがない。ノーガード、ドライブチェック、クリティカルトリガー、ドライブチェック、ダメージチェック、クリティカルトリガー。冗談じゃないんだけど、ダメージチェック、ダメージチェック、クリティカルトリガー。スキル発動、スキル発動。え、ヴァンガードにアタック。やだ。クリーチ見ててもいいか。ノーガード、ダメージチェック、スキル発動、ターンエンド、俺のターン、ドロー、ライド。あー、なんだっけ、イマジナリーギフト、フォース、スキル発動。うわ、微妙だな。うん、やだな。なんだよこれって。積んでるな。発動、通る、スキル発動、おいおい、なんでヒールトリガーがドロートリガーで来るんだよ。ヴァンガードにアタック、ノーガード、ダメージチェック、ドロートリガー。おい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 マジかよ。ヴァンガードにアタック、ガード、ターンエンドだ、僕のターンだ、どう、何年も結婚、スキル発動、スキル発動、ヴァンガードにアタック、スキル発動、完全ガードだ、ドライブチェック、ドライブチェック、クリティカルトリガー、スキル発動、何？ギフト、あー、マジかよ。そんなバカな話があるかい。これと1万っていうか。ガード、ヴァンガードにアタック、これは生き残ることを考えた方がいいか。スキル発動、いや、その完全ガードだ、ドライブチェック、クリティカルトリガー、ドライブチェック。こいつどうなってんだ。あ、トリガーリヴァンガードにアタック、ガード、ターンエンド、俺のターン、ドロー。なんだこの手だ、どうしよう。11枚もあるよ、あいつ。ライド、あ、間違った、ダメだ。
きついな。カーリー、きついどころではないんだ。しょうがない。罪です。リアガードにアタック。ノーガード。スキル発動。ヴァンガードにアタック。ガード。ドライブチェック。ドライブチェック。クリティカルトリガー。まあそうだろうな。ヴァンガードにアタック。ガード。あ、もう鳴らし。ターンエンドだ。スタンドアロット。フォロー。勇者の剣。ファイナルターン。ライド。イマジナリーギフト。コール、コール、ノーガード、ダメージチェック、クリティカルトリガー、スキ発動、あ、ああ、やべえ、そうだ、他に半分になっちゃったよ、何？あ、ノーガード。ドライブチェック。ドライブチェック。ダメージチェック。クリティカルトリガー。クリティカルに入れてる。そう、俺の負けだ。くそ、俺の負けだ。熱いファイトをありがとう。俺の負けだ。ああ、負けたよ。くそ。スマブラでも負けて、これでも負けるのか。もうじゃあ、あと何があるんだ、俺に。とりあえずいつまでもだらだらやってるわけにはいかない。区切りをつけるか。ちょい向こうやります。ああ、負けたな。
よし、とりあえず午前中はこんぐらいにしとこうかな。負けたし。うん、まあテスト配信という目的は果たしたんでいいんじゃないですかね。気が乗ったら適当にやってくるんで、なんか見といてください。はい、じゃあお疲れさん。これどうやって止めるんだろう。どうやって止めるんだろう。これ止まってんの？これ止まってないよね。あれ？わけがわかんない。どうやって止めるんだ？ボコボコにされただけだ。これ止まってないね。どうやって止めるんだろう。ねえからゼルダやるか。止め方がわからないんでもうちょっとやります。すっげえテストの適当配信だ。まあこれは非公開だな多分。ボコボコにされたし。操作感がやっぱ違うよね。確かに。伸び伸び。それはシーカーストーン。長き眠りから覚めたあなたを導くでしょう。ヴァンガードのお誘いが来たんで、やりますか。ヴァンガードはどれに入ってたっけな。ヴァンガードはヴァンガードに入ってるか。え、何すんだっけ、スマブラ？あ、ヴァンガードだ。もうわかんないよ。ヴァンガードはどれに入ってるんだろう。あれ？ヴァンガードの箱がない。あー、ヴァンガードがない、もう。めんどくさいな、ヴァンガード。こういう時ダウンロード版っていいっすよね。あ、ヴァンガードなくなっちゃった。あれ？ヴァンガード？ヴァンガードくん？あったわ。
垂れ流しながらやるもんじゃないと思うけど。まあいいんだ。テストだから。何やっててもいい。本当はね、VIP 目指すとかだったら、もうスマブラ以外はあんまりやらない方がいいけど。これテスト配信だから、何やってもいいの。だから。長えな。カードファイト、ヴァンガード X!どのモードで遊ぶんだ？ゲーナはやべえな。どのファイトで遊ぶんだ？ローカルファイトかな。どのファイトで遊ぶんだ？ワールドファイトか。どのデッキを使うんだ？イベントマッチ。おい、パスワードを決めないといけないのか。どのデッキを使うんだ？こら勝ったな。枯れた髪型に曲げるわけねえや。俺の力を見せてやるぜ。さあ、行くよ。だな、もうこれでも負けんのかよ。じゃんけんわか。2が足りないのか。いいんじゃない。バンガード。ドロー。ライド。スキル発動。ターンエンドだ。私のターン。ドロー。いやー、これは負けるわけにいかないよ。メガコロニー。まあ、何も引かないだろ。ドライブチェック。えっ、ああいいよ。まあいいよ。ダメージチェック。ターンエンド。まあいいよ。アンドドロー。全然構わないよ。ライド。スキル発動。まあ2ライン展開するほどのことでもない。スキル発動。ヴァンガードにアタック。勝ったな。これはガードしてくるだ。あれ？ダメージチェック。ヴァンガードにアタック。スキル発動。ガード。ドライブチェック。まあまあ。あ、いい。なんだこれ。ドロートリカ。ターンエンドだ。私のターン。ドロー。ヒールトリカ。あれ？あ、違うわ。わけわかんないわ。だな。ヴァンガードにアタック。スキル発動。ノーガード。ドライブチェック。フィールトリガー。ずるいな。それはずるいよ。
ダメージチェック。ヴァンガードにアタック。ガード。ターンエンド。俺のターン。ドロー。なるほどな、アクセル持ちじゃないんだ。ライド。まあいいよ、とりあえずはワンラインで行こう。ヴァンガードにアタック。スキル発動。ローガード。ドライブチェック。クリティカルトリガー。ドライブチェック。うん、今2点、悪くはない。ダメージチェック。ダメージチェック。ドロートリガー。そうか、じゃあいいや。ターンエンドだ。私のターン。ドロー。ライド。何？イマジナリーギフト、プロテクト。スキル発動。コール。なんでこんな絶望的な音楽。コール。ヴァンガードにアタック。やだやだやだ、どうしよう。1枚貫通、2枚貫通、2枚貫通か。1枚貫通だ。3枚引くんでしょ。いや。ノーガード。ドライブチェック。ドライブチェック。フィルトリガー。おいおいおい、マジかよ。こっちはヒールに愛されてるんだ。ガードにアタック。スキル発動。ブレイクライドだったやつだね。え、やばくない？どうしよう、ガンガだな。発動。完全ガードだ。ターンエンド。スタンド&ドロー。まずフォースあるんだぜ。マシよ。カウンターなんか。スキル発動。間違えた。間違えちゃった。え、どうしよう。すっげえ間違えた。どうしよう。間違えちゃった。ヘリオルコール。スキル発動。効果を把握しきれてなかった。コール。スキル発動。
後にアタック。スキル発動。ノーガード。ドライブチェック。ドロートリガー。やるやん。ドライブチェック。ヒールトリガー。おう、やるじゃん。食らうしかないよね。無理だ。しょうがない。ノーガード。ダメージチェック。クリティカルトリガー。スタンドするかもしんないもんな。全然効果わかんないけど。ターンエンド。俺のターン。ドロー。なんでこんな致命的な事故が起こってんだ。綺麗なこの状況やだな、なんだこれ。どうしようもない。ダブクリ引くしかねえ。ヴァンガードにアタック。スキル発動。ノーガード。ドライブチェック。あ、ダメだ。負けたわ。ドライブチェック。懐かしいな、このカード。スキル発動。まだまだ分からないっすよ。ヘリオルコール。こんなのしかいないのか。重要なカードなのかな。ターンエンドだ。スタンドアンドドロー。知らないけど。レッカちゃんのファイナルターン。グレードゼロでワンエンジンの必要。イマジナリーギフトプロテクト。スキル発動。ファイナルターン。
じ。コール。コール。そういうことなんだ。あ、これ山札の上のこれが落ちた。あ、はいはいはい。2000。3枚でしょ。これで余裕でしょ。2枚かな。じゃあインターセプトもしとくか。ガード。ドライブチェック。ドライブチェック。ドライブチェック。そんぐらいは引かないでくださいね。確率的にはそんぐらいなんだ。ヴァンガードにアタック。もらってもいいんだけど、さすがにそれ。防がざるを得ないのか。完全ガードだ。なんかもう一発来そうだな。ターンエンド。あれ、スタンド&ドロー。ついてねえな。俺も俺でついてねえな。なんもねえもんな、普段。本当にひどいよ、これは。ヴァンガードにアタック。インターセプト。ドライブチェック。ナスがねえな。遅いよ。ドライブチェック。もうリアガード潰すんですけど。リアガードにアタック。あ、足んない。待って、嘘。なんでこんな硬いんだよ、こいつ。ヴァンガードにアタック。ノーガード。あ、プロテクトってやつの。あれか。ダメージチェック。よっしゃ。ターンエンドだ。私のターン。ドロー。あんたのはしのげねえからな。そう。いや、2きついわ。マジか。コール。ヴァンガードにアタック。いや、無理だ。やられない。しょうがない。ノーガード。ドライブチェック。ドライブチェック効かないよ。効けよ。ダメージチェック。効けよ。俺の負けだ。旅に出ます。しょうがないよね。ついてたのかついてなかったのか分かんないような手札だったし。どのデッキを使うんだ。覚えてろよ。どのファッ、ね、どのモードで遊ぶんだ。やめだよ。やってられるか。マリオメーカーしよう。よっこいしょ。マリオメーカーしようぜ。へい。くそ。くそ。やられたな。許
くせえな。覚えとけよ。配信なこれ今思うとクソクソ言ってるだけになってよし、じゃあマリオメーカーやっていきます。間違えた。スマブラは負けたけどこっちは負けねえぜ。どうやった世界のコース、なんかレートあるんでしょ。やってみよう。こんなの遊んでくれた人がいんの。マジ神ミステージ2をいいねして、全然覚えてないんだけど、どんなステージだ。ああこんなん作ったな。これね。これね。すっげえ難しいコースだと思わせといて、これねすごい難しいコースだと思わせておいて、こうねこうしていくだけの簡単なコースなんですけどね。で確かね、これも取っておかなきゃいけなくて、こっから下に降りる。で、ここでこうやって、こうやって、やばいって。あ！っていう感じのコンセプトのコースなんだけど、本当は、こうやってピョーンと行くと、ここに足場があって。で、ゴール。これが本当のミスディレクション。っていうことに長らく誰も気づいてくれなくて、クリア率が 0% だったけど。誰か、クリアしてくれたんでしょうかね。知らんけど。ちゃんとあのやり方でもクリアできるから、決してクソコースというわけではない。よし、じゃあみんなでバトルしよう。みんなでバトルってなんだろう。どうしたんだ。ああ、労働時間ってさ、何言っていいか分かんない。お、俺が初めてだな。俺だけ初めてか。まあいいんじゃない。貴重なマリオもらっちゃっていいのかな。何これ面白いじゃん。もうすでに面白い。なんだかわかんないけど。
え？いいいいねいいね、いいコースだったよ。ピペヘッドさん、すげえ面白いコースだった。マジ面白いコースだった。すげえ面白い。すげえ顔のやついるけど顔すげえよ。ナックラーみたいな顔してるやつ。あー、これできないんだよな、わかんないんだよな。微妙に覚えてない、やり方がわかんない。この新しいマリオ全然わかんないんだよ。重い。いいのこれ。あ、ナックラーがいいねしてくれた。面白いコースだったよ。マイケル JR さん、強そうなやつが一人いるな。1の2。これは簡単じゃん。オートマリオって書いてあるけど。何これ、全然わかんないんだけど。これ1の2なの。まあ面白いコースではあったね。うん、面白かった。クリアできるコースって面白いから。これ面白い、ね、スマブラで、スマブラで逆ビッパー相手にしてる感じの面白さ。どういう面白さかは言ってない、勝手に、ね、想像していただいて、私は別に失礼なことは言って。難しいステージって書いてある。難しいのかな。もう難しそう。何これ、俺も持ちたい。やばい、操作が分かんない。あ、死んだ。新しいマリオの操作が分かんない。そう、難しいめっちゃむずいわ。全然なんか
このマリオ操作なのよ。なんかスピンジャンプとかあるんでしょ。よく分かってないんだよね。負けた。ああ、ネイシーデルタが落ち込んでるよ。そう。しおり、花なゆうかさん。うん。コインをゲットせよ。どういうこと？そのまんまだと思うけど。これどうやんの？ずるくない？俺も掴みたいな。なんでだよ。なんで俺だけ置いてかれてんの。しょうがないね。強いじゃん。なんだ、全員で200枚じゃなくて自分が200枚取んなきゃいけないんだ。勘違いしてた。まあ確かに今の出待ちが有効になっちゃうもんね。自分が取んないと。お、これは勝てるぞ。パワーオブキングカインドネス。重い重い。そういうことね。ほら、どうした？なんか嫌な。これは面白いコースだな。いいね。マットさん、すげえ面白いコースだ。うん、でもあれ、ああいうの見たことある気もするけどね。二番煎じも面白いと思うよ。もしかしたら初代かもしれない。意外と面白いな、マリオメーカー。買ってから全然やってなかったけど。お、強そうなやつがいいんじゃん。Cランク。インディゲーション。読めない。え、みんな不動。
そういうことか。いや、下か。あー、むずいな。むずいな、これ。むずいな。めっちゃむずいわ。うん、もうね、よかったんじゃない。割と普通のコースです。面白いコースだったけど、勝てたからね。ふぅ、あー、これやばいな。これは足引っ張ったやつ。これヒップドロップってどうやん。ごめん、わかんない。ヒップドロップのやり方がわかんなかった。何？怠慢？何？やだやだ、怠慢なんかしたくないんだけど。やだやだやだ。モンスターファクトリー。やばいやばい。どうしよう。わかんねえ、わけが。ああ、そういうことか。え？あのゴムどこで拾ったんだ？ゴムじゃない、バネ。ごめんなさい、全然わかんないっす。全然わかんないよ。どうやったら壁キックができるのは知ってんだけどさ。普通に難しいコースやらされてんじゃん。諦めません。
クリアせってこと。どうすりゃいいんだよ。クソコマリオの子供見たも面白かった。身長2個、あんまり死にすぎる。あーやばいやばいって、あーぼーっとしてた。悪くないです。面白いね、マリオ。ってやんだよ。もう二度と同じミスはしないけど。なんでこれしゃがんで煽るの？伸び伸びパックって、伸び伸びパックを倒さなかったやつに人権はないと。美味しいとこだけ僕が倒す。いけ。面白い。これどうなってんの？倒したやつがさ、人権あるんでしょ？どうやって持っちゃうの？よく考えてるね。意外と難しい。一回惜しかったのにな。これ難しいな。おいおい、とんでもねえもん持ってんの。確かに踏んでも倒せねえもんな。俺はなかなか。いや、いいコースだったと思うけどね。うん。勝てなかったから。これ面白いな。もっと早くからやっとけよかったな。スマブラほどギスギスしないし。
全員格上だわ。でもやだな。あ、これすげえ面白い。あ、すげえこれ。めっちゃ面白い。あ、すげえ面白いこの子。あ、面白いよ。え、いいコースだったよ。すげえいいコースだった。めっちゃ面白かったもん、今の。何も分かってないんだけどさ、これ。これ上から行けばいいんじゃないの？何それ？あれちゃうの？なんで？ダメだって。別に悪くもなかったからって感じ。
あーおーまーがなんだろう、これどうやんの、ここやんねん、ハハハハハハハ、お兄さんがいらっしゃいました。あ、クリアされちゃうだろうな、こんなに死んでたら。これ入るとどうなんだ、しょうがない。くそいや、マリオっぽいかって言われたらうーんっていう感じのコースはいっぱいあるけど、別にマリオじゃなきゃ普通に面白いしいいんじゃないですかね。パッコンフラワうん、別段悪くもない普通のコースですかね。パックンフラワー要素が分かんないな。まあどっかにパックンフラワーが隠れてるとかそんな感じかな、知らんけど。しかしすげえな、最近のダイオウイカはゲームを作れんのか。何言ってるか分かんない。お、ニコ生がいるじゃん。やばいよ。ナウイネッシーデルタ配信ってそうや、書き忘れた。今度は上を取った方が有利なのさ。やった。いいね、面白い。フィッシュゲットリベンジ。
ぱアメリカ国の方が多いね、コースを作ってる。ヒカキンさんとかだったらこういう時にボイパして時間を埋めたりするんですかね。私できないんで。いらへん。そんなんいらへん。なんだこいつ。すごい強いね。強いな。が必要だな。なるほど。俺が突破口を開く。任せておけ。ボンカーズ。ボンカーズは違う。ボンカーズ。おい、おい、お前、返せ、それ返せ。直してこい。やだやだやだ。あ、長いな。やばい、これは複雑なコースだ。非常にわからない。釣られたよ。お前の負けだ、マリク。ひどいな、すげえな。神見シリーズはこれを見習わないとダメだ。振り込みがすごい。土管、炎、ん？土管の中の炎。これはバット君強いな、多分。スパイキーっぽい。どういうこと？こういうのがいるんだって、絶対こういうのがさ。おい。おい。
お前さ、そういう害悪プレイ。あ。ああ、返して。本気出します。いいね、キノコあるステージ好き。面白いじゃん。なるほどね、こういうことね。他の人たちどうすんだろうな。マジで？価値は揺るがないだろう。なんだ？めちゃくちゃ重い。切断されたか？スマブラか？スマブラではよくあることだが。ああ、そういうことね。面白いじゃん、これ。すげえ面白い。俺以外の人たち絶対面白くないよね。だって何もないところで待ってるわけでしょ。そこさ、それは俺以外の人は、うん、あれだろうね。あ、そういうことか。バトル用に作ったんじゃないだろうな。ていうかバトル用はバトル用で作るべきだと思うんだよね。なんかていうかテストプレイを一回振り分ける人がするべきというか、してんのかな？知らないけど。怠慢？なんでみんな格上なの？やだ。俺はただ気持ちよくコースを駆け抜けたいだけなんだけどな。どうした？ありがとう。きなこちゃん。やだ。開幕事故死。多分こちらの敗北はもう確定したでしょう。ああ、そういうこと。
スマブラやってるからな。これ何？イエーイ、これも勝ちだ。あれ？まだあんの？面白い、ね、こういうの好きだ。足の引っ張り合い。キラー使って上上がってきたよね。仕方ない。これはグリーンヒルゾーン7位の実力を見せるだけ。これ何？これすごくない？全然わかんない。ダメ。まあまあ正直何と言っていいか分かんないステージだもんな。いやー、みんなでスクリーンチートでもするか今度。あれ向いてそうだ。みんなでわちゃわちゃ。みんなっつっても、うん、一人だけど。いいな。俺もキノコ欲しいんだけど。キノコちょうだい。あ、いいね。ここにいるとキノコがいるでしょ。え？これダメなんだよね。こういうわけのわかんないコース本当にできないんだよ。一発でいいか。これ早めを意識すると全然引っかかんないんだよ。
やばい、一人だけ城についてきてない全然わかんない、どうやっていくんだあれ、幅跳びとかあんの、全然わかんない、どうすりゃいいんだろう、ああそういうことか、もうやだ、この新しいマリオダメだ、全然わかんねえわ、ダメ、ダメでしょこのコース正直、親切じゃないね、神ミミスディレクション並みに親切じゃねえ、猫クッパって何、そんなのがいいの、まあ3体でも4体でも倒してやるよ、任せておいてくださいよ、史上最強のピンクの子祝してやる、ほら死ね、おい、どうやって倒すんだこれ、あ、これ使わないといけない系男子、頑張れ頑張れって俺が倒さなきゃいけない、やだな、うん、やばい、Thank you.
難しいな。いやいいねこれ。あ、よくできてるな。イエーイ。え？外れだったってことか。僕が正解だな。じゃん、そういうことか。全然わけわかんない。そういうことか。全然わけわかんない。でもこっちだよね。全然わかんねえ。やばい、ちょっとむずすぎるかもよ。すごい勢いで落ちてた。勢い余って落ちてたよね。面白かったな今の人。ミスターカナダさん、さすがカナダを代表するだけのことはあるな。あと一戦かな。もう勝つこと前提だけど。B になったら終わります。終わり方わかんないからまだやるかもしんないけど。もうロケットマンいるよ。やばいこれ。勝てそうないな。全員俺以外みんな。アバター整ってんじゃん。ホルク。マリオ3は一番やったからな。全くないっすね。この掴むのどうやんだろう。俺も掴みとは。あ。俺ら負けだよ。
もう一戦になっちゃったね。みんなこの謎の挙動してるけど何なんだろう。え？うん。こいつ倒したやつだけじゃないの？いるくない？プンプンって誰だよ。ブンブンじゃねえの？ブンブン倒したの？プンプン倒さなきゃいけなかったの？知らねえ。おい、プンプン、ここですか？わけがわかんない。ねえ、これ意味がわかんないんだけどさ。どういうことなの？意味がわかんない。どういうことなんだか、わけもわかんないし、意味がわかんない。なんなんだ？ブンブンだと思ったんだけどな。プンプンだった。プンプン。ブンブン。プンプンだかブンブンだか知らないけど。プライド。今のコース良かったな。全然わけわかんない。いや、だって一本道と変わらないでしょ。平坦な道に一本引いてあるのと変わらないよ。走ってるだけなんだから。何プロペラマリオって。俺プロペラマリオ知らないんだけど。プロペラマリオはどこにあるんだ。プロペラマリオ？これプロペラマリオ？
なんだよプロペラマリオって。キノコがいるのか。お願いするわ。どっかにプロペラマリオがあるんじゃん。やばいやばい、プロペラマリオ助けて。命乞いするか。なんかないいいんでした。わからん。いや、きっともう前の人たちがあれは倒してくれたに違いない。これそうだ。これいくんだ。え？違うの？あ、違ったわ。難しいな。縛るべきではないと思う、私は。これがないといけないみたいなのはなかなかやっぱ、ね。いや、まあいいんだけどさ、いいってか、まあ俺が別にいい悪いを決めるわけじゃないからいいんだけどさ、どんな姿でも。放送事故だわ。どんどん。でもいいよ。あ、普通に話した。私今 YouTube してる。よし、終わるか。終わります。